なんかセーフって書いてあるよ。チェーンされてる。あれでもここに指紋がついてるんだけどな。戻りましょう。まずい。気づいてなかったんですか。多分。でもまた戻ってくる可能性も。パトカー止まった。下、下、はい。すげえ抜け道だこれは。いや本当いろんなところから侵入できそうだな。え？そこの辺から抜けられそう。侵入成功。いやさっきの警察驚いたわ。セブンブリッジ賞味期限2013年。うん、妹にちょっと似てるかも。あ、髪くさ。ここに絵があるんですかね。ヒネの湯と、はい、カッパの湯というか、はい、これ多分ヒネの湯ってこれなのかな。金の湯と書いてなかった気がしますけどね。いや動画に確か金の湯って書いて ありましたよ。じゃあここは多分違いますよね。多分違うはず。鬼怒川何度かホテルって書いてありましたけどね。しかもこれ東館だからまあ多分違うんでしょうね。うん、よし一番上まで。じゃあ西館は川の向こうですかね。俺らが今いるのは地下1階ですかね。下へ降りてったから多分そのままさっきの警察戻ってこなきゃいいんですけどね。懐中電灯の光が外に漏れるかもしれないし、はい、あ、ここがさっき言った玄関だ。はい。でも中から外見てて警察いたらもう焦りますよね。もう逃げるしかない。何これ、明らかに人為的に置いた。ん？
両端のやつ。ああ、この紙いたすな。閉まってる。懐中電灯みたいなもの。終わった。これじゃ開かないか。さっき動画で見たやつですね。この落書きとか顔とか。これもすごい落書きだな。あと4箇所回らないか、3箇所でいいか。いや、7箇所、8箇所あります。すごい、ソ連のマークだ。どうなってますか。無理無理、絶対これ降りられない。開けてみ。これは絶対無理だ。うわ、死ぬ死ぬ死ぬ。絶対崩れる。この高さは。なんか下が屋上か。それっぽい感じか。ってことで下の階か。じゃ下の階から降りられるかもしれないですね。この階はこれだけか。
ことを気をつけて。ほんならセブンの麦茶ですね。本当だ。まだ賞味期限2013年だし、まあ同じ人物でしょうね。だこれ焼き鳥の代か。焼き鳥食いてえな。俺今日パンしか食ってねえしな。セブンスティーアップル初めて見ましたね。この辺にしかないんですかね。昔の薬で今マネージュースが入ってこれ腐り方すごいなんか、卵焼きみたいになってるもん。えぐいね。やば。これ、妹に飲ませますか。トップバリューって書いてる。百種も尊敬大したもんじゃねえな。はい。布団敷いてある。みんな2013年のパックですね。ドイツ人物かクックルの飲み残しかな。その3リットルも飲まないでしょ。3人組じゃねえですかね。何これ？え？ものすごい絶妙のバランス感覚で成り立ってますよね。ダブラにしちゃ動画過ぎてるな、ある意味。この上で寝ますか？いやいやいや。あ、ここノーマだったんだ。まあここで栄養ドリンクを飲んで一発やったんでしょうね。ちょっとまあ妹をレイプとか。え？新薬聖書。というドードカーの部屋あんまり懐中電灯当ててるとまずいでしょうね。さっきの札が戻ってくるかもしれない。まあ警察もプロですからね。不法侵入者が多いっていうのは百も承知でしょうし。まあ、さっきの俺たちに気づいてなかったと思うんですけどね。それでなきゃ素通りするはずもないしね。いや素通りしたと思わせてまた戻ってくるかもしれないですよ。そうならんこと。ここも10階建てか。なんで新薬フェースがこんなあるの。いや大体ホテル行くとありますよ。え、大体ホテルの客室にありますよ。もう自殺する人が多いから。そうなんだ。はい。聖書とか置いとけばまあここでは自殺しないんだろうっていう。そういうことか。中等種。キリスト教の教えでは自殺は禁止なんですよ。はい。超焼けた。何匂いがするな。火災現場ですか。変な匂いしますよね、この部屋は。はい、焦がしたよ。超臭い。石鹸が入ってる。うん。すべての階をチェックしますか。あ、この階だ。
さっき俺らが入ったところに警察が待機してないか心配だぜ。どうぞ。はい、いや中入ってたの分かってれば追っかけてくるか、まあまあ来られても困るって。まあ警察、なんだこれ。ファール、はい、通気口か。でっけえ。これが屋上。階段やばい。うわ、さっき上から見てた。あと全部温泉街。はい、鬼怒川温泉有名ですからね。え、これって鍾乳洞と一緒で、これちょっとずつ垂れてこうなったっていう。そういうことでした。大丈夫、ちょっと拡大でいきます。ほら、白い建物の上あたりなんか明かりがあるでしょう。まあテレビのように見えるけど、はい、あれテレビですか、やっぱり白い建物なの。ほら、なんかチカチカしてるのがあるでしょう。ちょっと真正面の建物一番上のあたり、明かりのあたり、そう、その部屋、はい、ちょっとボケてるな。あ、見えます、何してるか。あ、消えた消えた。なんかチカチカが見えなくなった。この部屋じゃなくてですか。いや、多分その部屋でいいは。ん、もうちょっと左じゃないですか、それ多分。もうちょっと左の、はい、この正面ですか。え、それ、あ、違う、 もっと左、もっと左のはず。これが多分あの3つのあれだから、もっと左、もっと左。あ、それ、その、うん、左下。あ、違う、もう一度、もうちょっと左の、あ、これ。あ、この点滅してる。そうそう、見えないか、ピントが合わないんですよね。これですよね。あ、それそれ、うん、何してるかちょっと分かりづらいですかね。ちょっとピントが合わないんで、ね、じゃあ仕方ない。なんか動きがあったから何してるんだろうと思って。まあなんか点滅してますね。ライトがついたり消えたりする。屋上に木が生えてる。これ非常階段か。警察も多分気づいてはいないんですよ。はい、でも多分警察もぶっちゃけ面倒くさいでしょうしね。